今回ご紹介するのはソフィー LED ランタン加湿器かっこ充電式という商品です。 LED がつくランタンってことですかね。まずもうちょっと上、うん、いい感じ。はい、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。明日天気になれ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今回は商品紹介をします。珍しいメンツでございます、うん、過去にはね、あったんですよ、はい、あんまり出来が良くなかったからやってなかったわけじゃなくてちょっと、はい、スケジュールの都合でこの時期やっとかなくちゃいけない商品紹介しようかなと思って、はい、今回ご紹介するのは、はい、トッフィー LED ランタン加湿器かっこ充電式という商品です。まずトッフィーってあれですよね、家電のブランドとしてかなり昔からというか大人気ブランドで、そうですね、今もハンディチョッパーとかでしたっけ、うん、めちゃめちゃ大ヒット商品あります、うん、すごく今も売れてるみたいなんですが、その、ブランドトフィーの LED ランタン加湿器っていうことなんで、 LED がつくランタンってことですかね。まずそうですね、スイッチはどんな感じですか。スイッチはここを押して離します。はい、あ、光の強さが調節できるってことですね、この照明のダイヤルって、はい、で、加湿器っていうことなんで、それはどうやってつけるんでしょう。真ん中を押すと、あー、おー、なるほど、うん、これがこう黙々してるところ、うん、もうちょっと上、うん、いい感じ。はい、これ今給電しながらやってるんですけど、はい、コードレスなんですよね。オフィスとかでもいいですし、はい、あとは、めっちゃ書いてあること読んでますけどベッドサイドでもいいっていうことですし、まあ、加湿器って最近というか去年ぐらいからめちゃめちゃ需要増えてて、うん、加湿した方が風邪ひきにくいとか、うん、そういうのがあるんで、一家に1台ではなく1人1台とか、はい、行く場所に1台とかっていうことを考えると、このくらいのサイズのものがあるとめっちゃ便利ですね。なんかサブで使う感じの容量だもんね。そうですね、多分あんまり広い部屋だと、まあ、物足りないというか、うん、加湿もそんなに期待できないかなと思うんですけど、でも見かけがね、トフィーだけあってめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。いいですね、うん、でモードとしては今ライトつけてて加湿してるバージョンがあって、あとできることとしてはボタンを押すとライトだけ、ライトだけですね。そっかそっか、ってことはもうランタンだ。そうですね、うん、いいっすよね、形も可愛いし、うん、あとこれ、うん、かけとける、うん、かけとけるから、うんうん、いいですね。一度押すと消える。なるほどね、まあ、消して、あ、消して加湿もできる、できますね。ダイヤルかな、あ、調光が、そういうことだ、はい、まあ、加湿器って今ほんとめちゃくちゃ種類いっぱいあるんですけど、まあ、こうやって見かけに尖ってる感じなところはすごくなんかトフィーらしいなっていう感じしますよね、うん、今年初ですね、この感じ。あ、そっかそっか、うん、うん、ほんとにおしゃれだし、サイズ的にも持ち運びにはでかかったら困りますからね。そうですね、うん、で、お値段が税込みだと3,850円で、箱はこんな感じですね、うん、結構いい感じの、あ、リフトにもちょっと、うん、ですね、ビンゴのね、4等ぐらいですよ。4等は絶妙かも1等はじゃあホットプレートのでかいやつとか、うん、でももらって困らないですね。確かにそうですね、うん、絶対に。じゃあ3等で、3等にしましょう。今加湿器でアロマ使えるやつとかもあるんですけど、はい、これは確かアロマは使えないですね。まあでも用途分けて使えればそれで全然いいと思うんで、うん、ギフトにもめちゃめちゃいいですね。あ、でもパソコンからも充電できますよね。あ、そっか、 USB なんで、USB のタイプ A の方から、はい、裏側が、タイプ C の、ね、でケーブルもついてるっていうことなんで、パソコン、オフィスでパソコンの横で加湿もできる。おお、いいこと言った。いいこと言った。うん、以上。はい、ということで、
トフィーの LED ランタン加湿器、はい、充電式のご紹介でした。はい、よろしくお願いします。